長との戦いに区切りをつけたチンギスは、その目を西方に向けます。そのきっかけとなるのは、この連載の第2回および第3回でも登場した、ナイマン王国の王子、クチュルックです。チンギスは、金朝との戦いに出発する前々年に、アルタイ山脈方面にいたナイマン王国の残党を討伐しましたが、その時、クチュルクを取り逃がしました。クチュルクはアルタイ山脈の西の、清涼に逃げ込みます。そして、清涼の王に歓迎され、娘を妻として与えられるなど、厚遇されました。クチュルクは、ナイマンで残党を集めて力を蓄えていきます。そして、西に隣接するホラズムシャー国の王アラウディーンの助けを得て、清涼の王を幽閉して、政権を乗っ取ってしまいます。さらに、彼に従わないホータンやカシュガルなど周辺の小国を征服し、勢力を拡張していくのですが、その過程で、モンゴルに従属していたアルマニクの王を殺害してしまいます。つまり、クチュルクは、チンギスが金朝の攻略に謀殺されている間に、好き放題やっていた、ということになりますが、当然チンギスは、このような動きを感化することはできず、四春宿のうちの一人のジェベに2万騎を与えて、クチュルクの討伐に向かわせました。クチュルクはもともとキリスト教徒でしたが、清涼の契丹人の貴族の支持を得るために仏教に改宗し、民衆に仏教を押し付けました。しかしこれに、民衆の大多数を占めるイスラム教徒が強い反感を抱きます。清涼に到着したモンゴル軍は、信教の自由を触れ回ったので、民衆はモンゴル軍を歓迎し、清涼の兵は、クチュルクの指示に従おうとしませんでした。クチュルクは、ナイマンのテゼーと共にパミール高原に逃げ込みますが、ついにそこで、モンゴル軍に捕獲されました。こうしてモンゴルは、西方の大国、ホラズム・シャー朝と、直接国境を接することとなりました。モンゴル軍は、向かうところ敵なしと言ってもいいくらいに連戦連勝で世界を征服していくのですが、なぜそんなにも強かったのでしょうか。この章では、チンギスカンの履歴についてのお話はちょっとお休みして、彼の強さの理由について見ていきたいと思います。まずは、モンゴル軍のほとんどが騎兵だったことです。騎兵は、機動力と破壊力で、歩兵に対して断然優位でした。鉄砲が登場するまでは、歩兵は騎兵に歯が立ちませんでした。金朝など、農耕民族が多い国の軍は歩兵が中心です。野戦においては、兵の総数が数倍だったとしても、騎兵の数で劣る農耕民族の軍は、モンゴル軍の敵ではありませんでした。次に、モンゴルの人々が馬に乗ることに非常に熟達していたということです。モンゴルの人々は誰でも幼い頃から生活の一部として馬に乗り、馬を走らせながら弓矢を放つ技を身につけました。集団による遊牧生活の中で集団騎馬戦法も発達しました。モンゴル軍は最強最良の機動軍団だったのです。それから戦争の準備が周到だったということです。1218年にチンギスがホラズムシャー国に派遣した約100人からなる商業使節団がホラズムの国境近くのオトラルという地方都市で、その団員のほとんどの命が奪われ、荷物のことごとくが奪取されるという事件が発生しました。いわゆるオトラル事件です。多くの歴史家はオトラル事件がモンゴルのホラズムへの侵攻の原因だったとしています。だとすると、チンギスのホラズム侵攻は偶発的なものだったということになりますが、日本のモンゴル史研究の第一人者である杉山正明氏は、その考え方を否定しています。杉山氏は、チンギスの商業使節団は実は偵察とモンゴル軍の強さを宣伝するスパイ集団で、それゆえに殺害されたのであって、オトラル事件は単なる口実に過ぎず、チンギスにはもともとホラズムを征服するつもりがあった。としています。また、モンゴルの考古学を専門とする白石則之氏は、早い段階から、
製法での製造を遂行するための兵站、つまり食料などの補給の準備がなされていたことなどから、チンギスは西方へ進攻するため周到な準備をしていたと考えています。白石氏の研究によると、チンギスは1212年にアルタイ山脈の麓に鎮海城を築き、そこで農業や鉄器の製作を行いました。つまりホラズムへの侵攻の7年前に当時のモンゴルの領地の西の端に兵站基地を作ったのです。さらに西方の領地の経営と開拓を任されたチンギスの子供たちがビシュバリクやアルマリクに拠点を築きます。後にチンギスの命令で築かれた食料供給基地のカラコルムと合わせると、これらの拠点はほぼ等間隔に規則的に設置されていました。白石氏は等間隔に拠点が設けられたことによって軍の進軍や補給などのスケジュールが立てやすくなり、戦争がシステム化されていたと述べています。連載の第3回で述べた1205年から3度にわたる成果攻撃は、金朝との戦争の前にそれまでモンゴル軍が経験したことがない城郭攻めの練習という意味や、鉄資源や鉄の生産の技術者を得るためだったとも考えられますし、成果攻撃の後に北方の森林の民を討伐したり、西方の内蛮の残党を掃討したのも金朝との戦争に向け後方の不安を取り除くためだったといえます。さらに清涼を乗っ取ったクチルクの討伐も、クチルクが清涼で不当な行いを繰り返しているから征伐したというよりも、ホラズムへの侵攻のために途中に居座るクチルクを事前に排除する必要があったと考えてもいいでしょう。チンギスは直感的に動き、力で圧倒して世界を征服していったような印象があるかもしれませんが、実際にはそうではなく、熟慮し十分に計画を立て周到な準備をした上で戦争をしたのでした。それからこれも戦争前の周到な準備の一つではありますが、宣伝工作を駆使したということを挙げたいと思います。オトラル事件の時、商業施設団の顔をしたスパイたちはホラズムの住民にモンゴル人がいかに強く残酷かを触れ回って恐怖を煽ったようです。チンギスは都市を攻める時、事前にモンゴル軍の強さと残酷さを喧伝し、その都市が素直に降伏した場合は公正に扱う一方で、抵抗した場合は兵のみならず住民も残らず命を奪いました。このやり方で多くの都市が戦わずにチンギスに降伏しました。戦わずに勝つ、それもチンギスの戦略の一つでした。なお、このようにチンギスは戦闘を避けるために、モンゴル軍は残忍で住民の命を根こそぎにするというイメージをあえて作り宣伝したのですが、それが現在にも伝わって、モンゴル軍は他の民族を凶暴な力で征服したというイメージが染みついてしまっています。確かにモンゴル軍は残忍な行為を各地で行いました。とはいえ、他の民族を差別したり軽んじたりしたわけではありません。モンゴルは人種や民族、宗教による差別の意識をほとんど持ちませんでした。モンゴル人でなくても自分の能力だけで立身出世した例は非常に多く、金朝の官僚だったのにチンギスの重臣となったヤリツ素材はその典型例です。多様性に極めて寛容なのがモンゴル帝国の大きな特徴でした。チンギスの次の敵、ホラズムシャー朝はセルジュク朝によってアム川の下流のホラズム地方の総督に任命されたトルコ系の人物に始まる勢力が、後にセルジュク朝から独立して建てたイスラム教国です。7代目のアラーウッディーンの時に急拡大し、13世紀初頭にはイスラム世界で最強の国となりました。動員できる兵力は40万人に達したようです。チンギスはムカリが指揮する中国方面軍を除く全軍で西に向かうのですが、その数は10万人を少し超える程度に過ぎませんでした。チンギスは再び国力が大いに勝る敵に戦いを挑んだのでした。1219年、準備を万端整えたチンギスはバッテーノーチギーに本国を任せてホラズムに向け進軍を開始しました。この時から7年間に及ぶ大遠征の始まりです。
ラウッディーンは野戦では無敵の強さのモンゴル軍と城外で戦うことは端から諦め、各都市で籠城して対抗する戦略を取ります。モンゴル軍は平原を荒らして略奪すれば満足し退却するだろうと考えていたのです。ところがモンゴル軍は10年前であれば攻城戦は全くの苦手でしたが、金朝との戦いを経て城郭に守られた都市を攻める術を身につけており、攻城用の兵器も各種揃えていました。チンギスは軍を4つの軍団に分けました。次男のチャガダイと三男のオゴデイが指揮する軍はオトラルを包囲し、5ヶ月の後にこれを陥落させました。オトラル事件を引き起こしたオトラルの知事はチンギスの面前に引き出され刑に処されました。右に進路を取った長男のジョチの軍はシグナークを経てジャンドに向かい、これを降伏させました。第三軍に包囲されたバナーカとは3日で降伏を申し入れました。続けて第三軍はホジャンドを攻略しました。歴史書モンゴル帝国史によると、ホジャンドの知事ティムール・マリクは極めて有能な軍人でした。川中島に防御の極めて固い城を築いて防戦し、また燃えにくい工夫を施した船で毎夜モンゴル軍を奇襲し大損害を与えたりしました。ホジャンドが陥落すると川を下ってモンゴル軍の追っ手をかわし、陸に上がってからは追撃軍と戦っては逃げることを繰り返します。彼の周りの兵は次第に減っていき、最後には短気となり弓矢も3本だけとなってしまいます。3人のモンゴル兵が追ってくると馬をかけさせながら放った矢で先頭の1機の目を貫き、残りの2機に対してまだ矢は2本あるぞと叫ぶと、彼らは恐れて逃げ去りました。そしてアラーウッディーンの息子で後継者のジャラールウッディーンに合流します。その後この君主の最後の時までそばを離れることはなかったと言います。チンギスと四男トールイの率いる本軍は大都市ブハラへの道を進み、1220年2月にこれを囲み数日で陥落させました。このようにアラーウッディーンのモンゴル軍は平原を荒らしただけで去るだろうとの目論みは全く外れ、実際にはモンゴル軍は都市を着実に包囲し、長ければ数ヶ月をかけて陥落させていったのでした。モンゴルの4つに分かれた軍団はいずれの都市でもまず降伏勧告を行い、それに従わず抵抗した場合は次に攻略する都市への見せしめのためもあって、兵隊と住民のほとんど全ての命を奪いました。抵抗せず素直に降伏した都市では略奪や婦女への乱暴はなされたものの、住民の命は助けられました。そうして次に攻略する都市が速やかに開城するよう仕向けたのです。チンギスはホラズム国の首都サマルカンドへ軍を向けました。各方面に散開した残りの3軍も集結し、全軍でサマルカンドを包囲しました。チンギスは力攻めせず捕虜たちに旗を持って立たせて兵の数を実際より多く見せ、敵の士気を下げたり、守備隊の大部分を占めるカンクリ族を降伏すればモンゴル族と同等に扱うと騙して城から出てこさせたりなど計略を施しました。包囲3日目、城外に出て戦いを挑んでくる部隊がありました。モンゴル軍は負けたふりをして退却し、追撃してきたところを伏兵で叩くという方法でこれを粉砕しました。サマルカンドの住民はこの敗北にショックを受け、間もなく城門を開きました。こうしてホラズム国の首都が陥落しました。アラーウッディーンの実の母テルケンハトゥンはスルタンの母という地位を使ってお気に入りの奴隷を宰相に引き上げたり、この宰相が収賄事件を起こしてももみ消してしまったりなど、わがまま放題の女性だったようです。彼女の周りはカンクリ族の集団が取り巻き、スルタンとは別の大きな勢力を作っていました。そのためカンクリ族は早々にサマルカンドの城から出てしまったのです。国内が分裂し一枚岩となっていなかったことが、大国ホラズムが
わずか1年ほどで崩壊してしまった大きな理由だと言ってもいいでしょう。アラウッディーンはモンゴル軍が侵攻してきた時に包囲される前にサマルカンドを脱出しました。そしてアム川を渡りイラン方面へ逃走します。モンゴル軍の追撃を逃れながらカスピ海の小さな島にたどり着き、そこで1220年の12月に病で亡くなりました。これをもってホラズム国は事実上崩壊しました。逃走するアラウッディーンを追跡したのは四旬宿に数えられるスブタイとジェベです。二人はアラウッディーンの消息をつかめぬままどんどん進みました。カスピ海の西岸のアルメニアとグルジアを荒らし、コーカサス山脈を越えて北へ向かい、キプチャク族の軍を破りました。他方でチンギスの本隊はアラウッディーンに後継者に指名された三男のジャラールッディーンを追ってアム川を渡り南下しました。ジャラールッディーンは時にモンゴルの追撃軍に勝利しつつ退却し、南西方向に向かいます。チンギスはインダス川の河畔でジャラールッディーンに追いつきますが、ついに彼を捕らえることはできませんでした。ジャラールッディーンはインダス川を渡りインドに逃げ込みます。チンギスは墓ばかしい成果を得られずにサマルカンドへと退却しました。一方で北へ向かったスブタイとジェベの別動隊はさらに進軍を続けていました。キプチャク族は国会の北側のルーシの諸侯に救援を求めます。キプチャク族とルーシとの関係は良好とは言えず、ルーシの諸侯同士も絶え間なく戦争をして領地を奪い合っていましたが、共通の敵モンゴルの脅威に直面した彼らは連合を組み、1223年にカルカ川のほとりでモンゴル軍を迎え撃ちました。しかし結果はルーシ・キプチャク連合軍の大敗に終わります。モンゴル軍はさらにドニエプル川の流域やアゾフ海沿岸、クリミア半島などを荒らしました。これがチンギスカンの時代のモンゴル軍の最も西への侵攻となりました。この結果モンゴル軍の脅威がヨーロッパ諸国に衝撃を持って伝えられました。その後スブタイとジェベの分断は北方のボルガブルガールに侵攻します。この侵攻の勝敗は資料により記述が異なるのであまりはっきりしたことは分からず、おそらく両者勝ったり負けたりだったのではないかと思われます。そしてチンギスの本隊が南方の作戦を打ち切り撤退したとの知らせを受けた両将軍は南下し本隊に合流しました。モンゴル軍は1224年に本国へ帰還を開始しました。そして1225年2月モンゴル高原に帰着し、およそ7年にわたる西方の大遠征を終えました。チンギスがモンゴル高原の本拠地に戻るとすぐに長男のジョチの訃報が届きました。ジョチはチンギスに黒海の北岸地方の征服を命じられていましたが、健康が優れないとの理由でそれをなかなか実行しませんでした。チンギスにジョチは健康であると告げるものがあり、チンギスは怒りジョチの討伐を決め、出発しようとしていた時にジョチの訃報に触れました。ジョチはこの連載の第1回でお話ししたように、チンギスの妻ボルテがメルキトにさらわれた後、メルキトからの帰還途上で生まれた子でメルキトの子ではないかとの疑いもありましたが、チンギスはジョチを他の子と同等に扱いました。そのジョチを失いチンギスは大いに泣き深く悲しみました。この年の末チンギスは南の成果への侵攻を開始しました。その理由は成果はモンゴルの超高国でありながらホラズム遠征への参加を拒んだことや王子を人質として出すことを拒否したことなどです。金朝やホラズムに侵攻した時には事前に十分な準備を行ったチンギスですが、今回の成果侵攻はホラズムからの帰還後1年にも満たずに始められました。チンギスは
成果は金朝やホラズムほどの強国ではなく、容易に征服できると考えていたのかもしれませんが、間もなく寿命が尽きると感じ、自分には時間があまり残されていないと思っていたのかもしれません。1226年2月、チンギスは成果領に侵入しました。西に回り込んで成果に入り、成果の北方防衛の拠点、国瀬城を落とします。そして各地の城を次々と落としながら進み、12月に成果の首都の後継府の南方すぐのところの霊州を包囲しました。成果は救援の軍を派遣しますが、モンゴル軍に打ち破られます。霊州は陥落し、攻略されました。翌1227年、チンギスは成果の首都の正面に一部隊をとどめ、自らは成果の南部の諸都市を攻略して回りました。7月、病だったチンギスは、夏の乾燥地帯の暑さを避けるため、陸馬山の麓の草原で静養していたのですが、そこへ成果の朝廷の使者が訪れ、降伏を請い、首都を明け渡すのに1ヶ月だけ猶予を願いたいと申し出てきます。そして、翌8月の中旬、チンギスは、成果の首都の海上を見ることなく、崩御しました。チンギスの遺体は、モンゴル軍に守られてモンゴル高原に帰りました。そしてチンギスの生まれ故郷でありモンゴル高原統一後もずっとそこに本拠地を置いていた偏低山地のブルガン岳の渓谷の一本の大樹の下に葬られました。とはいえチンギスの墓所は厳格にされたため正確な位置は現代でも分かっていません。謎の多いチンギスの生涯の中でも墓所のありかは現代の人々の関心を集める最大の謎です。ユーラシア大陸を南北に貫く広大な領域はチンギスの生前からこの地図のように分割統治されていました。つまりモンゴル帝国はこれらの4つの王国で構成されており、それらを束ねる皇帝の地位にチンギスがついていました。皇帝の地位につく者は帝国の有力者が集う最高意思決定機関クリル体で合議制によって決められます。チンギスがいなくなった今クリル体を開き次の皇帝を早急に決めなくてはなりませんでした。モーコヒ氏によるとホラズム遠征に出発しようとしていたチンギスに対し第三夫人のイェスイが大木のようなあなたを失ったら誰に頼ればいいのと問うとチンギスはイェスイの言うことはもっともだと言います。ということはチンギスはこの時まで後継者のことを考えていなかったようです。チンギスは子供たちの意見を聞くことにし、まず女子に意見を求めました。すると女子の言葉を遮ってチャガタイが女子はメルキトの血筋です、そんな奴に国をまとめることはできませんと言いました。女子は激怒し二人は乱闘寸前となります。その後チャガタイはそれなら特実なオゴデイが言うのではないでしょうかと言い、チョチもオゴデイをと同意を示しました。チンギスに発言を促されたオゴデイはできる限り努力しますと言い、続けて発言を求められたトルイは父上の指名した兄の傍らに常にあって兄を支えますと言います。これを聞いたチンギスは後継者を正式にオゴデイに定めました。とはいえ実際にチンギスが崩御するとオゴデイの即位はスムーズには決まりませんでした。何しろトルイは罰子としてチンギスの家督を相続しているのでチンギスの広大な領域とチンギスの兵すべてを引き継いでいます。その兵の数は12万9千人でオゴデイの4千人を大きく上回ります。トルイに野心が芽生えるのは当然でトルイを推す者も多数おり、そのためチンギスの崩御の翌年の1228年にクリル隊は開かれませんでした。翌1229年の夏ようやくクリル隊が開催されます。まずチンギスの意思通りオゴデイを推挙する意見が出ます。するとオゴデイはトルイこそが後継者にふさわしいと述べます。何度か断った後にやむを得ず受諾する形を取るのが良いからです。ここでトルイは当然オゴデイこそふさわしいと言うべきなのですが答えを渋ります。原始によると
ここでチンギスの重臣だったヤリツソザイがチャガダイとトルイに対しチンギスの意思を尊重すべきと説得し、これによりチャガダイがオゴデイ支持を明確にして、ようやくオゴデイを選出することが決まりました。こうしてオゴデイがモンゴル帝国の第2代君主に即位しました。なおオゴデイにはカンではなくカーンの称号が付与されました。単なる王ではなく王の中の王、皇帝になったということです。チンギスは生前はカンと呼ばれ、カーンと呼ばれるのは後のことです。つまりオゴデイは就任時からカーンと呼ばれるにふさわしい地位にあった最初の人物ということになります。モンゴル帝国はオゴデイやそれ以降のカーンのもと、さらに拡張し未曾有の規模の世界帝国になっていきます。チンギスの亡き後もモンゴル帝国の歴史は続き、多数の紆余曲折があり様々なドラマがあるのですが、それらのお話はまた次の機会とさせていただきます。